共演数多いですね。でも、ムーとアッキーラは？アッキーラは今度、うん、ひどいラジオに来てくださるそうでっていう。ありがとうございます。ひどいラジオ。みんなの君とは、ちゃんと一緒にやれるんですよ、いつも。超嬉しい超嬉しいもう第1回目の時は、実は僕、その、オンタイムには間に合わなくて、遅く行ったんだけど、ね、待っててくださったんですよ。なので一緒に撮れたんですね。そうです。そうです。やっぱり役者同士でこう、うん、同じシーン出てたら絡みたいじゃないですか。そうですよね。そうですよね。抜き取りってなるべく避けたいじゃないですか。だから、宮野くんって素敵だなぁと思うんですよね。ありがとうございます。鋼鉄三国志とかでもね、一緒にやらせていただいて。鋼鉄三国志、だって。言えてねえし。鋼鉄三国志でしょ？知ってる知ってる私。歌でしょ歌。君が歌ってた。あ、そうそう。そこでもね、なんかいろいろゲストに来てくださったり、ラジオもやってたんでね。いろいろ話したりして。私より関係が密って、そういうことでイベントとかでも楽しくね、話したりして。そうですね、ぶっちゃけ一緒にスタジオに入ってる回数はパクさんよりも多いと思う。そんなことない。共演作品はパクさんの方が多いけども、どうだろう、数としてはひょっとしたら多いのかもしれないけども、現場で会ってる数としては宮野の方が。だって鋼鉄はお互いレギュラー番組だったじゃないですか。僕たちナルトで一緒だって言っても限られてるからね。ナルトはね、でもほらナルトは1年もやったんだよ。あっ、そう。なんで体制変えちゃうの今。7、1年の時点でもう鋼鉄負けてるからね。そうだよ。やってんですよ、そうか、そうか、そうか。あってすごいやってる。なるほどね。難しいんでしょ、アッキーラは。うん